こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの1番ホール、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。1番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、右ドッグレッグホールで、ほとんどフラットなコース、左が OB で、狙いは右側山っそが理想。第1打落下地点は広いので思いっきり打てる。セカンドショット、第2打はワンクラブを大きめに攻めてか。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ハンディキャップは1、右ドッグレッグでフラットなミドルホール。難易度は18ホール中4位、平均スコアは 5.53、平均パット数は 1.99。 90切りの人は3オン2パットが無難、100切りの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの1番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右ドッグレッグホールで、ほとんどフラットなコース、左が OB で、狙いは右側山っそが理想。第1打落下地点は、広いので、思いっきり打てる。アウトコースの1番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打は、ワンクラブを大きめに攻めてか。アウトコースの1番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの2番ホール、レギュラーティーからピンまで542ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。2番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、左に90度近いドッグレッグ、あまり左を狙うと谷が待ち受けているので、ここは右側狙い。セカンドショット、2打、3打目は緩い打ち上げ、グリーンは大きく3オンは容易。サードショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの2番ホールは、パー5、レギュラーティーからピンまで542ヤード。ハンディキャップは7、左に90度近い、ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中2位、平均スコアは 6.55、平均パット数は 1.93。90切りの人は4オン2パットが無難、100切りの人は5オン2パットが無難です。アウトコースの2番ホール、
パー5、レギュラーティーからピンまで542ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左に90度近い、ドッグレッグ。あまり左を狙うと、谷が待ち受けているので。ここは、右側狙い。アウトコースの2番ホール。パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、2打、3打目は、緩い打ち上げ。グリーンは、大きく3オンは容易。アウトコースの2番ホール。パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。アウトコースの2番ホール。パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ。アウトコースの3番ホール。レギュラーティーからピンまで132ヤード。ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。3番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、打ち下ろしで距離はないが、グリーン面は複雑で細かいアンジュレーションがあるので、パッティングは難しい。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの3番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで132ヤード。ハンディキャップは15、打ち下ろしのショートホール。難易度は18ホール中18位。平均スコアは 3.94。平均パット数は 1.95。100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。アウトコースの3番ホール。パー3。レギュラーティーからピンまで132ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、打ち下ろしで距離はないが、グリーン面は複雑で細かいアンジュレーションがあるので、パッティングは難しい。アウトコースの3番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと、湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。
次回はアウトコースの4番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。